遊び心にグーグル。なあ翔也、なんだい？グーグルはどんな時に使ってる？主にわからないことを調べるために使ってるかな。そうか、調べ物もいいがゲームもやってみないか。グーグルを使ってすぐにできるゲームを紹介しよう。楽しめるのさ、グーグル。グーグル検索を利用してキーワードを入れてくれ。パックマンを入力すると検索結果画面の一番上にパックマンのゲーム画面が出てくるんだ。そのゲーム画面のプレイボタンを押せばパックマンが遊べるぞ。操作方法は簡単だ。パソコンでやるなら矢印キーで移動、スマホ、タブレットの場合はタッチをすればパックマンが移動するぞ。楽しめるのさ、グーグル。スーパーマリオブラザーズを入力すると右側にコインブロックが現れる。これをマウスでクリックすると、なんとコインをゲットすることができるんだ。こちらに関してはパソコンのみしか出てこなかったぜ。しかもパソコンすべてにおいてこのコインブロックが出てくるとは限らないようだ。検証したパソコンではどうやらコインブロックは出てきたようだぜ。楽しめるのさ、グーグル。あたりブレイクアウトを入力して検索結果画面の一番上をクリックすると、なんとブロック崩しで遊ぶことができるぜ。パソコンで遊ぶ場合はマウスのカーソルもしくは矢印キー、スマホ、タブレットで遊ぶ場合はスライドを利用して遊ぶことができるぜ。楽しめるのさ、グーグル。ザーグ、ラッシュを入力するとなんと上から丸が落ちてくるんだ。この丸をマウスのカーソルを合わせてクリックをする。そうするとこの丸が消えていく。丸を倒さないと検索結果がどんどん食べられてしまう。それを阻止して丸をやっつけよう。楽しめるのさ、グーグル。サンタを追いかけよう。このキーワードで検索して検索結果画面の一番上をクリックしてみてくれ。するとサンタさんが現れるぞ。その画面のまましばらく待っているとメニュー画面が現れる。このメニュー画面にはさまざまなミニゲームとか動画とかがあるぞ。初めての人でもすぐに遊ぶことができる、そんなゲームとなっている。今回はそんなゲームの一部を紹介しよう。ガムボールティルト
こちらのゲームはガムボールを真ん中の入れ物に落としていってくれ。パソコンの場合は矢印キーの左と右、タブレット、スマホで行う場合は左右に傾けて挑戦してみてくれ。ペンギンダッシュ。ペンギンが氷の上を滑るぜ。パソコンの場合は矢印キー、スマホ、タブレットで行う場合は傾けてペンギンをゴールへと導いてあげてくれ。いかがだっただろうか。 Google 上でこんなゲームが遊べるなんて全く予想もしていなかったぜ。みんなももし暇な時間があったらぜひチャレンジしてみてくれ。動画説明文に今回紹介したゲームの URL を貼っておくぜ。遊び心に Google。